はい、チーム T-ROCKS の皆さん、こんにちは、トシです。いつもありがとうございます。ヒゲダンディズムのね、曲ね、なんだっけ、クライベイビーって曲かな、っていう曲をこの間ね、初めてね、聞いたんですが、あのね、もうね、もうほんとついていけなくて、結構ね、なんだろう、ああもうこうやってついていけなくなっちゃうんだろうなっていうね、お話をしたいんだけども、なんとなく想像つくと思うけどさ、クライベイビーっていう曲ね、皆さんも多分知ってると思うんですけど、あの本当にね、あの初めてね聞いた時にね、もうね、あのそう、一番初めの感想は、あれこの曲何、10曲ぐらいのこの違う曲のメドレーになってんのかなみたいに思ったんですよ、本気でね。いやー、もうね、ちょっと大きな音でね、やっぱりライブハウスだからさ、聞いちゃうと余計分かりづらいんだけれども、で、そうそう、他の人が歌ったんだけれどもね、それで、あ、すっげえ、なんだろう、こう、そう、そういうメドレーっぽい曲なのかなぐらいにね、思ったぐらいね、まさか1曲だとは思わなかったのよ。思わないっていうかさ、まあ1曲なんだろうなと思ったけど、そういう風に感じるぐらい、あれだよね、こう、すごい、あの、刺激的で、転調っていうか、なんか違う曲をいっぱいくっつけましたよ、みたいな、セクションごとに持ってきましたよ、みたいな印象。まあ、何回か聞くとやっぱりこう分かってくるし、例えばこのセクションのここすごくいいメロディーだなとかいっぱいあるんだよね。だからそれは分かるんだけどもさ、あの作曲をしたするさ、あのあれが分からないのよ、なんかこのそう感覚が。あの例えば今言ったみたいに、あ、このセクションいいなっていう部分を広げていくんじゃなくて、なんか違うのを持ってくるみたいなイメージ。まあ、本人どうやって作曲してるか分かんないですけどもね。でね、だからね、びっくりしたの、僕の中ではもうないし、最近の若い人の曲ってやっぱりそういうアニソンもそうだけど、よく僕も言ってますけれども、すごく整合性がないっていうかね、そういうの多いなと。そう、まあ変な例えになっちゃうけど、なんか日本人なのか中国人なのかアメリカ人なのかイタリア人なのかフランス人なのかドイツ人なのか、なんかちょっと分かんないみたいな感じ。パッと見分かんないような曲だよね。全然分かんないの。あなた何人ですかみたいな。なんだろうな。そう。だからさ、僕たちの慣れてる曲っていうのはね、僕なんかもう古い人間だからね。やっぱりこう日本人なんだけど、あ、この今日はサングラスしてるんですねとかさ、今日はお化粧してるんですねとかさ、プチ転調あったりとかさ、ちょっと転調したとしてもさ、ね、あ、髪型変えたんですねみたいな。でも元は日本人ですよねみたいな。ね。キー A メジャーの曲ですよねみたいな、そういうのがやっぱりさ慣れてるから、ここまで整合性がないように僕は感じてしまうんですね。だからね、そういう曲に会うとね、本当ねびっくりするのよね。でこれがさ、ちょっと笑い話だけども、こういうことをよくさ最近言ってる、まあ、半分冗談で半分本気かもしれないんだけど、今 YouTube で曲バーンって流すじゃない、 YouTube とかそのサブスクっていうの、そういうのでさ、で若者もやっぱりこう、なんていうのかな、刺激を求めてるから、例えば開始5秒のイントロでさ、5秒でつまんなかったらもう次飛ばしちゃうとか、もうイントロが5秒以上あったらもう歌に行かないから、もうイライラして次行っちゃうとかね、もうレコードじゃないから、もうあの我慢しない、すぐポンって押せば違う曲行けちゃうから、もうすぐ行っちゃうとかね、だから5秒以内にするとかさ、もうサビ、イントロからすぐサビ持ってくるとかさ、あのチンたらサビやってないのよ。もうやってないのよ。エアロスミスみたいに E で始まって A メロが A で行くからかっこいいねみたいな、そういう、そこまでいかないから、もう10秒とかさイントロやっちゃったらもうダメだからさ。ね、だから そんなことをね言ったりとか、あとそれから何、あのギターソロ聞かないとかね、飛ばすとか、あともう本当に次から次へと展開していかないと飽きちゃうから、もうあの最後まで聞いてくんないとかさ、だからしょっちゅう転調するんですよみたいなギャグみたいな、まあ、半分冗談 だと思うし、ね、そんな作曲方法ないじゃん、ないじゃんっていうか、その飽きないように無理やり何か入れなきゃなんて作曲方法本当はないわけで、まあ、半分冗談だし半分本気かなと思うよね。そうだからこのね、クライベイビーだったっけっていう曲ね、そのすごい曲なんだけども、こんな曲僕にはもう作れないわけですよ。そう、あのもう発想がないから、こんな風にすぐに転調するっていうのがね、そして違う、だいぶ違う感じの曲をセクション持ってくるっていう発想もないから、
そう、あの昔さビートルズでさ、I'm the Walrus って曲があって、あれもかなり変わってる曲なんですよ。でジョン・レノンが、まあ、これはね今すぐに理解できないかもしれないけど100年後もね楽しめる曲なんだよっていう風に作った曲っていう風に言われてるんだけれども、でその曲やっぱ初め聞いた時すごい変わった曲だなと思った。だけどもそれでもやっぱりさ、あれ確か A から半音ずつ下がっていくのかな、あのあれがコードが、まあ、変わってるんだよ。すごく変わってるんだけど、一応そうやってキーはこれだよねっていうのがまあまああるわけ。途中変なあのストリングスがもちろん関係ないのがちょっと入ってきてびっくりするようなのがあるけども、でも曲全体としてはあこれは A であの一応支配されてる曲だなみたいな、そういう部分はねあるのよ。でそういうのがあのそうだったんだけども、最近のこういう曲ってキー何ってなるよね。E マイナーとか、いやいや違うね、これどこを基準にするかによって変わるよねみたいな、サビどこですかねみたいな、正直言っちゃうとそうサビどこですかになるんだよね、 A メロどこですかみたいな、うん、でさ今最近ほら A メロ B メロ C メロ D メロぐらいの当たり前で、もう最近もう H メロとかさ J メロくらいまでいってんじゃねえのみたいな曲っていっぱいあったけど、もうね本当にね、整合性も取れない曲っていうのも出てきたんだなと思って、でこれ本当にね、これね理解できないわ、僕たちの方が多分もう古いわけですよ、うん、だからいい悪いじゃないのね。だからこれをね楽しめなくなっちゃってるのは正直言って事実、もうついていけないもん。でねちょっとねこっから僕の曲を無理くり入れますけども、聞いてもらうんだけど、まあ、ちょっとねサビまで聞いてもらえばもういいから言ったけど、もうねもう僕ねこの曲ね自分で作って、あの1ヶ月ぐらい前作ったんだけど、で録音もできたんで、例によってあのニュート用に作ってるんで声はアニメ声なんだけど、これ聞けばわかるけども、あのもうほんとね古いの、ものすごいもう作った時から古いなと思ったもうっていうかもうね70年代80年代ぐらいの洋楽で、あの歌メロはこう英語で作ったのね。そうあの辺のちょっとポップスっぽいの作ったの、まあ、確かにマイナーセブンフラットファイブとかディミニッシュとか使ってるんで少しは変わったコード入れてるけど、でも全体にものすごい古いです。もうね古いなーってもうね分かる、もう聞いたとは分かる、で分かると思うけど、イントロがちゃんとあるんだけど、イントロでだいたい曲の骨格がもう見える、イントロの8小節かなあれ聞いただけで、まあ後ろ多分こんな感じなのだって多分分かる、そういう曲なのよ。だからこれだと若者にもうあのイントロでその後ろのもう想像ついちゃうから聞いてもらえないのかもしれない。だってドキドキしないもん別に、イントロでああだいたいこういう曲でしょって、これキー C メジャーですけど、ああだいたいもうこれ C メジャーが支配されてる曲でしょって、もうイントロ8小節でだいたいわかるから、で A メロでだいたいわかるから、ああまあこういう曲でしょって、だからこういうね刺激ないとねダメなのかなって思っちゃって、うん、でも僕はこのメロディーがすごくあの自分で言うのもなんだけど綺麗にできたなと思ってるからね、手前味噌だけど、ね、全然新しいの一つもないの、全然新しくもう刺激的でも何でもないけど、でも僕は心地いいと思ってるから、そう自分ではいいとは思ってるけども、このクライベイビーみたいに全く刺激一つもないからね、もう全然唐辛子入ってないから、ね、そういう本当無添加だからさ、でそうなんですよ。それでね、だからまあ今クライベイビーをここに貼れないからあれだけども、後ろに下に貼っておくんで、まあ、聞いてもらえればわかると思うけど、あもう全然違う曲なんだけどね、もうこのぐらいね世界が変わっちゃってんのかなと思って、かなりこう僕はね今ね驚愕をしておりますというか、もう何出る幕じゃねえよって話かもしれないんですけどもね、うん、まあいろんな曲があってねいいからね、もちろん刺激的な曲とね僕みたいな曲でね、うん、分かりやすい曲があってもねいいと思うんだけどもね、そう。でもここまで進化しちゃったのかと思ってすごいびっくりしてます、やっぱり、うん、そうですね、はい、今日はねそんなお話してみました、じゃあまた、あそう曲ね聴いてくださいね、じゃあそんな感じです、はい、ありがとうございます。